擬人化するっていうこと自体がもうすでにもっと昔で言うと奈良の大仏を見てこうねあれは神だと思い込むわけじゃない。サンジャパの出演者は半分ぐらいこれに変えても分かってないんじゃないですか。<laughs> どういうどういうことよ。いあのた太宗君とか。<laughs> わかるでしょ <laughs> いや僕わかんないと思いますよそれが大臣いじめるんだよ <laughs> 本当にさ <laughs> いいコンビだよねでもね <laughs> いや僕真面目な話をしてるんですけど僕はシンギュラリティが来てる派なんですねうん、うん、よくこれを馬鹿にする人はうん、うん、それは表面的に人間っぽい 会話はしてるけれども、うん、それはただ表面上のだけでうん、うん、中身は別に人間じゃないでしょっていうことを言うんだけど、うん、人間だってそうじゃねえかよ人間っぽい受け答えをしてるけど、うん、大抵の人はただ相図中打ってるだけで落ちのない女子会トークなんて本当に壺の押し合いいいみたいなな落ちないんですかこれ何も考えてないでしょ、うん、無意識に言葉出してるでしょ、うん、みたいな。 っていう風に考えるともうできてるんじゃないかなと僕も全く同感ですよ、はい、それはだから要は擬人化するっていうこと自体がもうすでに例えば二次元に恋しちゃう人がいるっていうことだったりあるいはもっと昔で言うとあの奈良の大仏を見てこうね、あれは神だと思い込むわけじゃないでそういうものってのは世界中の人たちがさ実はあるんだかないんだかいるんだかいないんだかわかんないものを信じて ここまでで人類は来てるわけでもうすでにだからここのチャット GTP の中身が本物かどうかっていうよりもこっち側の思いがもう乗っかっちゃったらそれはもう人格だよね一つのね。それもあるし、うん、一つは僕は実は人間自体が擬人化をしながら成長してるんだと思ってるんですよ。うんうん、だ要は全然なんかね、うん 言葉も喋れないような奴らが最終的にに言葉喋っってて人間になないいくわけじゃないですかだけど本当に人間みたいな話をすると僕たちもただ真似の真似を繰り返してそれっぽく振り回ってるだけなんじゃないかってうん、うんうん、それは全くその通りだと思います、はい、だから俺もよくね親戚がちょっとこう亡くなっちゃった時にみんなが集まって。 ちょっっと見てやってやくださいこの最後のね顔すごい笑顔でしょっていうわけよ <laughs>、ね、もう死んでるのに誰々さんが来て喜んでるからこんな顔してんのよってわけでそれは本当だねって言いながらでもそれは人間をま,まさに擬人化してて例えば俺と堀エモ門がこうやって話してても俺は堀エモ門がどんなこと言うかなっていう堀右衛門のことはほとんど知らないわけだけどそのテレビで見るイメージとかたまに合う 時の会話とかで、なんとなくこんな人じゃないかっていうので、擬人化してんだけど。うん、だ、それで、表面的な会話を成立してんだけど。うんうん、それは俺の中に作った保留文でしかないからね。そうなんですよ。ね、まあね。まさに、そういうことなんですよ。脳、うん、って、実は話す前に。 太田さんはこんな人だって思ってそれは結構工事の推論だけど実は脳、NO、って一番定位の画像として認知する映像として認知するところから全く同じメカニズムで動いてるらしいんですよ画像もこんな画像が来るはずだって言って投げてそれと合わせて 合ってない部分だけ補正するみたいな。うん、何回かそのやり取りを繰り返して、やっていくっていうのは、高度な脳機能でもそうなんですよ。だから、全然自分が思ってない人格を現れると。慌てるんですよ、うん。うなるほど。じゃ、そういう意味で言うと、もう。ずいぶんチャット G. P. T. が出現する前から。もうすでに。その。本当の生物、生命じゃない。ものを。生命だと思って。 あるいはその人格だと思って我々はもうずっと多分過ごしてきてるし赤ん坊が何の言葉しゃべんなくてもこう思ってんじゃないかこう思ってん勝手にこっちでやってその通りに赤ん坊はおそらくそれに合わせて育ってってるからまあもうその境界線ってうのはあんまりね重要じゃない、ねはい、重要なもんじゃなかったものがここに来てね,<ー>ねっていう,、ね、う太田さんだってたら。 そそれこそサンジャポ皆さんチャット GPT になっても絶対 MC できますよねそしたらそうかもしれない、ね、でもそしたら俺もいいそれでい,いよ、ね、<laughs> <laughs> いつの間にか誰もいなくなってたって誰もいないってね成立しちゃうみたいなでもそういう実験やっぱりやってる人がいて実はあるんだかないんだかいるんだかいないんだか分かんないものを信じてここまで人類は来てるわけでもうすでにだから ここのチャット GTP の中身が本物かどうかっていうよりもこっち側の思いがもう乗っかっちゃったらそれはもう人格だよね一つ。